三つの柱っていうのが今生産あの参政党の中にもあって、一つが子どもの教育というか教育を考えようと、やっぱり今我々例えば政治のこともなぜ投票しないかというと教えられてないんですよね、うんうんうん、スウェーデンとかヨーロッパ諸国だともう小中高で政治のことをバッチリ教えて、うん、何もしなくても投票率 80% スウェーデンみたいな国があるんですけど、そういうような勉強する必要がある、ただの偏差値を上げるのではなく自分で学ぶ力をつけるっていう学びが一、もう一つが食と健康って言っていて、やっぱり食べ物とかによって病気になったりしますよね、癌になったりとか、やっぱりそういうものとか安全なものをやる。でもう一つが国盛りって言って国を守るという、それがまあ簡単に言うと戦争が起こってるんですね。それは情報戦争であり経済戦争であり、で世界では武力戦争起こってますけど、今、ね、日本では武力戦争起こってないですけど情報戦争みたいなのがあって、やっぱりこう洗脳されちゃってるとか、経済的にもなんか奪われちゃってる、結果的に奪われちゃってるみたいなものがあるので、そこを国を守ろうっていうのがあって、僕自身は経営のことが中心でやってきたので、経済的な対策っていうんでしょうかね、ただお金をこう渡すのではなく、やっぱり起業できる人が増えたりとか、女性の働く場が本当に格差なくそういうものができたりとか、やれることってたくさんあるんじゃないだろうかなとは思ってます、はい、うんうん。